1月13日日航特別機で大洋州4カ国歴訪に旅立った中曽根首相はフィジー、パプアニューギニアに続いてオーストラリアを訪問。いずれの国も貿易拡大や援助などの現実問題に大きな関心を示しました。訪問の目玉は太平洋地域協力についての意見交換であったはずが、核拒否の厳しい主張まで飛び出しては世界の安も少々うんざりといったところです。それでも最後の訪問国ニュージーランドで先住民マオリ族の熱烈歓迎を受けて、ようやく笑顔を取り戻すといった中曽根首相太陽州訪問の旅でした。